株式会社毎日放送は韓国の放送局である。略称は MBN。毎日経済新聞参加でケーブルテレビ向け総合編成チャンネルを運営している。日本の近畿広域圏を放送範囲とする同盟の毎日放送とは無関係である。1993年9月23日、毎日経済 TV として創業を 1995年3月1日に開局した。2002年4月30日から2005年7月3日までの間はアメリカの CNBC と業務提携し、チャンネル名を MBNCNBC としていた。2011年12月1日以降、同時期に行われた規制緩和により新聞社が 放送事業に参入することが認められることになったのに伴い、MBN は総合編成放送となり、チャンネル名を毎日放送に変更、ケーブルテレビ、KT スカイライフ、IPTV 向けに放送を開始した。同時に、資本も増強され、日本の大手新聞社である日本経済新聞社も1%出資している。2020年10月30日、 放送通信委員会は2011年の総合編成チャンネルの承認過程において役員名義で資本金を違法に納入したとして放送法違反で6ヶ月の業務停止処分を下した。これにより6ヶ月の猶予期間の後2021年5月からの業務停止期間中は放送が中断される予定だった。しかし、 すでに違法事項を是正しているにもかかわらず、行き過ぎた処分が下されたとする MBN が放送通信委員会に対する業務停止処分の効力停止を求める仮処分をソウル行政裁判所に申請。ソウル行政裁は6ヶ月の業務停止で MBN に回復不可能な損害が発生する懸念があるとして2021年2月24日。 効力を一時的に中断する決定を下し、当該処分の適正性を判断する一審判決が出るまで、これまで通りに放送を継続できることになった。ありがとうございます。